ねで、えー、もういったかな 5+6 で7番。でこれに期末のやつを引いて差し引き原価ってことですよね。でつまりこの,この収入からね収入からこの売上原価を引くと実質ここがまあその売上原価にかかる。 利益になるわけですよ、ね、10番がまあ、要するにその利益ですよ。ね、とりあえず仮利益。でこの仮利益を出すためにまあ、いろんな経費人件費とか原価償却まあ,あの資産とか投資したものを使ってあのこの経費をね全部引いて要するに先住者、まあ、ちょっと先住者 先住者構造前前の9要するに19番なんですけどこの10番の利益からこういう経費を引いて所得要するにその営業所得っていうのが出るわけねこの業種名によるその所得が出るわけこれが19番になるわけですこの19番にねつまり売上は分かりましたでこの分からないのは家事消費とかその他の収入とかで売上原価はこのねこれも去年の売れ残りを 機種に持ってくるんですね陶器の仕入れたやつをここに合計してあげるんですね。じゃあ機種にあったやつと陶器に仕入れたやつを合計するって切りを出すんですね。で借り系が出たら期末に売れ残った商品を棚卸しして額を出すんですね。ほんでその,そ,れその合計から期末を引いて差し引き原価を出すんですね。商品仕入れたかね売上原価。 この売上原価そのことが、この売上原価の、このことを言ってるわけですね。この売上原価。だから、ここさえ分かってしまえば確定申告できるわけね。これが分からない人が、もう税理士さんに頼むしかないわけね。もうこれ数字は分からんと。もう税理士さんに頼むしかないと。もしくは税務署に呼び出されて、もうそうするしかないと。 だから徳井君はこれ分からなかったわけよね。<laughs> これが分からないとできないから申告がね。要するにこれが分からないからもう国税局の人にもうね全面降伏するしかなかったわけ。これが分かってたら「あいやそれを」ってこう言えるんだけどねこれが分からないともうだめなんですよね。ここううう弁っっていいいかかじゃああななたたたんん文句言いたいんだったら いいですよ聞きますよってね何でも言ってくださいって、まあ、国税局とか税務署の人は言いますよね何か言いたいことあったらどういいんですよってね <laughs> その犯罪まあ犯罪かどうかは別としてですよ会計歳入管庁だから所得を調べに来るわけですよね歳入管庁の権限っていうのはその質問検査権算限で「あなたこれ何,何使ったんですか?」とかね このお金のことに根掘り葉掘り税務署の人は聞くわけですよ。で正当な理由がないのに答えないってことはいけないわけよね、とりあえずは。答えないといけなくなっている質問検査権に対してね。今度答えられないでしょ、これ分かんないんだから。となると、すいませんって謝るしかない。じゃあ分かりましたってね。じゃあ認めたんだったら。 まあね、その検察庁に告発するのはやめときましょうってなったんじゃないんですかね。本当はもう入った時点でアウトですからね1億も脱税してたら昨日この前説明した昨日,昨日かなぜ説明しましたけど1億脱税したらもうあの犯罪ですよあの額からして。ね。あの ね、検察庁に送られる人もいるわけだから、ね、もう1億ってね、まあ、なんでならなかったのか不思議なくらいですよね1億も脱税したら普通は犯罪ですよね所得税法違反で、ね、検察庁に行ってまあ罰金が700万から1000万近く払わないか1000万超えるかもしれない罰金だけでもね1270万で350万の罰金ですからねねえ 1>, 1億だったら1000万超えるかもしれない。罰金だけがですよ。まあ、その辺はなんでそういう風にならなかったのか、逆に不思議なくらいですよね。いいですか機種商品棚卸し高と、当期商品棚卸し高、仕入れ高ね。このことが、ここに該当するんですよ。ここに。ここに。この売上原価のここ。5番、6番、7番、8番、9番。 つまりここがわわからなないわけみんなねだからみんなその武器の専門学校行ったりあのまあ会計うんそうね小えっと、えっとえっと、大学のほらあの経済学とか小学部に行くわけですよね、うん。大学の小学部と経済学部行けばもう当然ここわかるし、まあ、そ,うそれがわからないから商業高校に行くわけですよね。 商業高校に行ったらもうわからないってことはないわけだからとりあえず高校卒業すればこれ分かってるわけだからまあ工業高校でもね、うん、いいですよ商業高校工業高校ではこれ教えるわけですからここはね分からないのは普通高校出た人たちだけですよで普通高校出た人も経済学部とか小学部とか行けばもう嫌がおうでもこれな勉強するわけですよねつまり 音楽をやってるねねいますよ、ね、ピアノ弾いてあの誰だったっけあのね有名な芸能人がね出てないですよね芸,芸術大学出てますからだからここ勉強してないわけよこれねわかんないです絶対わかんないですこれ,こ,れここがね本当にわからないんですよで私はねその簿記教えててね 僕ずいぶん教えてるんですけどねなんでここがわからないのってねこう言うと「いやわかりません」っていうこうねこの「機種」という意味わかるって言ったら「はい年始です」ってわかるわけ「当期仕入れてわかる」という「はいその期間に仕入れた商品の総額です」って「うん」じゃ機種と期末を足したら何になるって言ったら「これとこれ足したら何になる?」って言ったら「わからない」って言うのよね なんでって聞いたら「いや、機種と投機仕入れを足したらその機中に仕入れたやつだよね」ってその機中に仕入れたやつとだからその機中にあった商品の数だよねってうんそれは分かりますじゃあこの期末の売れ残った在庫は、うん、分かりますっていうねじゃあその機中にあった商品から売れ残った 商品を引いたら何になるって聞いたら分かりませんってうのね。差し引き原価が分かりませんってうの。でね、40人ぐらい教えてね、13人ぐらいはね、分からないと。本当に分からないの。分かってないの。なんでって聞いて分からないってわけ。何回言っても分からないわけ。だからね、私はこれをビデオでね、ここだけを何回も言おうと思うわけ。 分かる人間は分からない人間がどこで分からないか分からないわけね。分からにない人間は分からないのが分かってるわけよね。なんでこれが分からないか。だから,、ね、だからもうとにかくね、簿記さえで,できれば仕事はあるわけよね。年取ってくるとないけどね。もうか会計ができるということはもう何でもできるわけでしょ。こう仕事がないじゃなくてこう、簿、ね、記ぐらい。 勉強しとけけばできるわけよだからその「何で私いい大学出たのに仕事がないの?」とかね「私より頭が悪いあの人が仕事があるのに」っていうのはこう募金をして,し,してるからですよね。事あ務あできるんだったらじゃあ要するに募金ができるっていうのは金銭感覚があるってみなされるわけよね。どんぶり勘定じゃないわけだからね。どんぶり勘定の人雇わんでしょ 検定でね簿記ってこう書けば少しはねじゃあこの人はお金をくすめたりゃせんだろうなとねそんなことしたら禁酒が合わなくなりますからねで機種商品というのはその去年の年末から越してきた腰高ね商品繰り年末商品繰り越し高とも言いますだから言葉がねどの期間から見たらその言葉になるかで、ね、前期から見たら 前期商品繰り越高よね。機種というのは。でこの言葉がねいっぱいこういろんなこ,の,こその前の期間から見たらどう呼ぶかとかじゃあ経,経過した期間から差し戻して読んだらどうなるのってこうそのねこの期間半こ,この期間配分がねわからないわけよね。だからこれがわからないんですよ。 でそういう人たちにこれを分からせるためにじゃあ百合の先生としてはどうするかというとね自分で考えたわけあこの人たちは多分理解できてない理由をここが理解できないわけだ絶対理解できないわけどれだけ説明してもここが理解できないわけだか農業農業農業仏教ね教えてる まあ今は教えてないけど教えてたんですよ農業の青色申告の簿記をね。で農業簿記っってあのちょっとこれよより難しいんですよねだからねもうほんそうな何て言うかな農業簿記を教えるためにとにかくここを分かってもらわないとできないのでもう必死にねもう教えるわけ3時間を何16回とかねもう農協の人 農協に行って一生懸命教えるわけだけどわからないので多分ねこの文字がこのわからないっていうことよりのこの売上原価の意味がわからないんじゃないかなと思うわけそこでこの売上原価のねこの売上原価の機種がこれだけあって機種がこれだけ仕入れて気まずかがこれだけあったから売上原価はこれですよっていうのを、まあ、こうやっていっぱい出てきますよね 売上げ原価を、まあ、ちょっとこれ分かりやすい簿記ということででこの図解図解売上ね この売上げ原価をね、このイメージでね、この売上げ原価って一体何なのってね、これちょっとね、分かるまで説明しようと思うね。こうこう、まあ、損益計算書のね、売上げがあって、機種商品、棚卸高があって、当期仕入れ高があります。で、期末商品、これ引かないかわけね。これに対してこれ。で、これからこれを引くから総売上げってなるわけね。 売上原価というのは、こういうことだよね。2019年の1月に持っていた在庫が500万円ありました。左側ね。左側。在庫ね。2019年に買った商品が2500万円ありました。ね。あった。で、2019年に売れたの2400万。ね。残ったのはこれだけと。 売れたのこれ残ったのここれこれもねなんとなくわか,かるでしょなんとなくわか,かるよねこのこれとこれでだから機種商品棚の棚押しだからねで当期仕入れ高は、まあ、月末現在高プラス売上減価これ、まあ、その計算式の等式になるわけですねえー、まあここよねここで えこれ出るかなちょっとちっちゃいのこれ、ね、この売上げ原価で、ね、機種の在庫と当期の仕入れと期末の在庫のここ、ここ、ここ。でもこれ見てもわからない人いるから、えー、どうしたらいいかなこれはちょっと難しいかなこれがいいかな前期、リンゴが3つあって、売れ残ってましたと。前期の売りの距離を越すのね。 この前期の売れ残りを越す。このことを繰り越し商品という。この言葉を繰り越し商品という。繰り越し商品。これ前期。だから前期からの越し高というわけね。売れ残りをこの新しいこの年分で計算せない,いかんわけよね。この1月1日から12月31日。だけど、この12月31日に売れ残ったやつがあるわけね。こやつは引かない,いかんわけ。つまり、 こことここは残ってるやつですよこここことここは残ってるやついいですかこれ絶対はこ,これ分からないと確定申告できないですからねあの普通高校とかいい大学出ててもこれ分かんない人ばっかりですからね商業高校とか工業高校出てる人は分かる人が多いですけど普通高校とかいい大学出てる人はもうほとんど分かりませんからね商業高あの経済学とか商業とか あの経済学とか小学部行ってないとこちょっと分かんないのここ,ここをどれだけ説明してもねはあとか言うわけ年じゃないですからね分かる人はもう中学生でも分かるし分かんない人はもう7080になっても分かりませんってなるわけこの考え方ができないからだしこの考え方ができない機種商品棚卸し高は 年末その前の年の年末のこのことだからこれがここに来てるわけねでこやつがそのまま腰高となって陶器の機種に来るわけね陶器の機種ほんで1月1日からにはもうこれがあるわけね12月31日から繰り越したやつがここにあって陶器仕入れたやつを足してで売り上げましたで売り上げた残りで残ったの売れ残ったやつ これが期末商品棚卸高ね。売れ残った期末商品棚卸高で、時期繰り越し高時期の次の決算記念繰り越し高いいですかこの考え方ですよ。この考え方が、えー、どうなるかというと、ここの電子確定申告書のこの、この、この、製造原価のこの、 この5番6番のなこの考え方になるわけですねここまでの考え方だからここさえ分かればもう終わりよねつまり売上げ原価の計算だけが分かればもうできるわけこれでもう40年も50年も悩むかすぐねあなんだって分かるかねもうあの確定申告に悩む人はねもう税務署に行きたくなくなるわけよね分かんないから 税務署に行きたくないということは申告しないってことよね。分かんないからね。ガーンってくるわけえ、こんなに取られるのってなるわけ。だけど、納得すれば取られても納得するんだけど、納得しないからね、余計ね、もう申告したくなくなるわけ。徳井君みたいにね。これ、まあちょっと、ね。登記、投入、仕入れ高。 この100円のやつがこれだけありましたよで、陶器仕入れでね、加工費がありますと。それを使って加工してます、陶器投入とね。完成品がこれだけありました。月末の仕掛かり品がこれだけありました。で、陶器製造原価は、陶器製造原価はこれね、完成品がこれですと。完成品がこっちに流れていて、 50と完成品が要するに1000個ねで製品がこの売れ残ったとでこれちょっとねまあ、工業簿記ですよね工業簿記の間接配布間接配布と言いますこれの直接配布と間接配布と言いう工業簿記2級もしくは商業簿記2級この考え方はねあのその 仕入れたものに何か加工をして売らななきゃいけないけねこれを原価計算っていいます。製造原価計算って言います。そのうどん屋さんとか、さぬきうどんとか、カレーとかね、原価計算、つまりラーメン屋さんとかね、これ原価計算って言います。だからラーメン屋さんでも原価計算できないラーメン屋さんっていっぱいいますから、この売上原価ね。 えー、内部取引の創殺消去により未実,現未,未実現利益に除かれた状態にある。未実現利益カップ販売ってことかね、これあの会計額のね、簿記1級で出るかな。簿記1級には未実現利益処理っていうかね、出てきますけど、2級では出てこないですね。これは会社法の取引ですね。会社法でも売上げ減価とか未実現利益とかね。実現利益と未実現利益というね。 まあ商法計算書類規則とかね、あの会計学に使われる言葉ですね。これも売上原価を計算せるとダメってことですね。これは今やってましたね。これはどれかなこれはさっき説明したね。あと何があるかなこれか。ちょっとちっちゃいけど、まあ、前期仕入れに当期仕入れを足して、機種棚を下ろした方と投機仕入れを足すわけね。こ当期仕入れを出す。これがこっちに行って、 これはこっちに行くわけですね。登記仕入れ。足して、えー、仕入れは500円。前期500円あったときに、前期商品を繰り越し商品って機種にこう来るわけですよね。振り返るわけですよね。ほんで仕入れるわけですよね。500を。で、5000円を登記仕入れて、えー、期末をこれだけやると。350でしょ。500からこれを仕入れね。 仕入れが350。これちょっと分かりづらいですね、この絵はね。これ、これ帳簿の締め切りね。帳簿の締め切りを言ってしまうちょっと分かりづらいので。まあ、これもちょっと分かりづらいかな。これ、法人、あのこれ、商法計算書類規則。まあ、商法と財務所評論ってあるんですけど、この売上原価は、売上総利益、ね。<laughs> 販売及び一般会員利益と経費ですよね。で営業外収益。 まあ営業以外損益その営業に関わらないその会社の定款に書いてない損益と収益がありますよとそれとは別に特別損失まあその災害を受けたとか盗難にあったとかなんかえー、っと遠隔地の取引対外投資において為替差損が生じたとかねそういったものがこうなりますこれも商法ですねこれでも売上げ減価という概念はありますよねだから売上減価の まあこれ会社,のけ、まあ、会社の決算はできなくてもいいんだけど、まあ、これちょっと分かりづらいよね。まあ、売上高があって、売上原価が売上、ね、総利益え。販売及びこの売上総利益にこ,のこういうふうに、ね、入り込むということですね。<laughs> まあこれ資本投資機ね。えーまあ、こうやって,そのなんてう枠内でこうね、資格伝達で覚えていけば一番いいんでしょうけど。これも 売上高いんですよ。売り上これがほら、さっきの簿記と全く同じでしょさっきのリンゴ。リンゴと同じですよね。どうやうか。リンゴどこがってるか。リンゴが一番分かりやすいと思うんですけどね。えこれもわかるかな。あと、どれがあるかな。売上原玄関。これ、リンゴが一番分かりやすいですね。これだけあったのが腰、腰高になって、こいつだけ、ね、生産して、で、これだけ売れ残った。だからこれが、 売れ残ったということはあと売れてるわけだから売り上げに対する製造原価要するに売り上げ原価売り上げに対応してますよ当期の売り上げに対応している商品のことを売り上げ原価というわけですねもっとどういきましょうかねすべてのこの売り上げ原価のこ,のこれ会社ですよね売り上げがあって営業外収益だからこれはその雑,雑収入ですね売り上げというのはこういうのがあるわけですね 費用の、その、費用のはあの売上この、損益計算書は、貸し方、こう、借り方ね。貸し方が、あの、累計額の売上になりますね。で、売上費用の発生は、あの、借り方。費用の発生は、ね。財産、収益の発生は、借り方。借り方。ごめんなさい、貸し方ね。こっちは貸し方。で、えっと、費用の発生は、借り方。 費用の発生は借り方要するに左ね。でこうやって見るとでその費用の発生が売上よりも少なければ経常利益が出ますよね。こっちの方が多いわけですから売上が多いわけですから。っていうあのまあこれはまあ商法っていうかね。これは簿記三級簿記三級ですかねこれ。でこの損益生産書。 これ損益計算書ってこうありますけど、まあ、これも発生主義債務確定主義と実現、まあ、未実現利益カップ販売金勘定とかねこう費用収益対応の原則ってこう書いてありますけどこれはどういうことかというとね機種の資産があって機中の取引があって期末の決算要するにここからゴールですよねここからここまでこの1月1日から12月31日に向かってこう決算をしていくわけですよね。 で、資産があって、資産が動くわけですよ。ね。1月1日から12月31日前に後半増減するわけですね。で、その会社はもともと負債を抱えてるわけ。資本金というね。剰余金とかこの特別利益をね。資本金があるわけ。これ、資本投資機というんですね。これ、資本投資っというね。資産勘定は、負債プラス資本。この3つで構成されてますよと。 でこれちょっとこれが入ってるんで分かりづらいんですこれを資本投資でこれこれになんで損益計算書が入ってるのってなるでしょこれ残高資産表みたいになってるわけですね損益計算書の中の発生主義と実現主義を当期純利益をここに持ち込んであるわけねだからここまでは資本投資ここからは損益計算書ってことね で所得税の目的は税負担を公平にするような所得税の計算。これは所得の再分配の方法を言わないといけないんだけど、ちょっとこれちょっと分かりづらいですね。えー、あと何がありますかね。売上高。これは会社ですね。あの売上、販売および一般管理費って言いますね。商法では販売および一般管理費。母費で母費では もうそのまま要するにこの何が販売および一般管理費かというと要するにこのここねこのこの販売および一般管理この3番この3番に掲げたらこの費用はもう全部1つの項目になってしまうわけ。販売および一般管理費になるわけね。処方場はね。 あれどうだったあれこれなんです、ね、ちゃった？ねこのいろんな経費がね修繕費とか原価償却費とかあとあの租税効果とか人件費とかそれ全て販売および一般管理費になっちゃうよねそういうちょっと簿記がこう上に行けば行くほどこう用語も一括りになってしまうってことですねあとどこがあるかなあとこれまあ ネットに落ちてる材料の中で全部説明していきますからね。売上高、売上原価を引いて、売上総利益を出して、それから販売および一般管理費、要するに経費を引いて営業利益が出ます。で、この営業利益の中には営業外収益と営業外費用が <laughs> 含まれてますよと。で、これは経常利益と言いますとね。で、経常利益には、 要するに、英語外収益は、えー、足して、これ足さんって感うかなんですね。営業外費用は悲観って言うかなんですね。マイナス1000ってうかこの損益,益計算書の最後の仕分けですよね。ほんで、税引き前のときこれは法人税を計算するときの計算式なんですね。法人税を計算するときの計算式のやつですけど、まあ、ちょっと開いちゃったんで説明すると、 税引き前当期利益に対して法人税を引いてこれが差し引きね当期純利益っていうことになるわけですね。これなんんでで燃えてんですかね <laughs> あこうあ倉庫が燃えたから特別損失ってことねあの通常ありえない偶発的な事情が生じて生じるその定款とかに書いてるんじゃなくて業務上じゃなくてね通常ありえない偶発事情に発生して伴う損失を 火事とかね火災とか風水害とか盗難とかそれをその特別損失というわけですねじゃあこれちょっとあんまり難しくなると分かんなくなるんで要するにこういうことでね登記仕,仕入れに前回からの繰越商品ね要するに機種商品現在高ねで繰越商品というこの名目で書いてあるからちょっと分かりづらいんですけど この繰越商品、繰越商品って言うとこっちは前期の繰越商品こっちは当期の繰越商品っていう意味ですよだからこっちが前期腰、えー、高これが陶器腰高ねでこ,こういうふうにこう言葉が載ってないでしょ頭にだからわ,わけわかんなくなっちゃうわけね見ても意味わかんねえってなるわけ簿記の教科書見ても全然わからんってなるわけねだからわからない人がどこがわからないかっていうのを 随分あの勉強してきたんでこれでもわからんかって言うんでねまあギターの時もそうでしたけどねあのねわからない人っていうのはねあの自分のこう何て言うの刷り込まれた情報以外の情報を取りに行こうとしないんですよね。あの要するにその「あそうね」でこう勝手にこう解釈して終わってるんですよね。 で自分の刷り込まれたその情報が嘘,嘘かもしれないとこ疑わんといかんわけね。そんな言ってるけど、ゆりのさんはそんな言うけど、踏んでないんですけって、大原武器学校の先生に聞いてみますとかね、今大学でその武器の授業を聞いてますから、私もそのおかしいと思ってるんで聞いてみますって確認せない,いかんわけね。そしたら、まあ、先生によっては、教える先生によっては、教え方がありますから、 その今の商品のところをねあったようにその前期から見て陶器を教えるのか陶器から見て本気を教えるのか未来から予測して今を教えるのか。